Hi, I'm Gogo Shinichi. 本日はですね、こちらの DD タープ 3m×3m を使用して、木と木にですね、ロープを張って設営する A フレームの設営方法の解説をやっていきたいと思います。まずはじめに、今回使用する道具の紹介をしていきたいと思います。こちらが DD タープの 3m×3m。こちらはですね、アクセサリーコード。細引きだとかも言われたりするんですが、10メーターのものですね。で、こちらのアクセサリーコードは表面が結構硬くて、木と木にですね、ロープをセットするときに摩擦だとかに強いので、こちらのアクセサリーコードがおすすめになります。あとですね、後からまた説明するんですけども、こちらの輪っかになるロープですね。こちらはプルージックという結び方で使います。が2つと、ミニカラビナも2つですね。こちらはペアでこういう形で使いますんで、でこちらがペグが4本でペグハンマーになります。それではですね、早速設営の方入っていきたいと思うんですが、今回使うですねタープの方が 3m×3m なんで、だいたいまあ 5m ぐらいですかね、ぐらいの間隔の木を探していただいて、片側の木から設営していきます。まずはこちらの方ですね、こちらの木の方にロープをセットしていきます。こちらの木にですね、ロープをセットする方法なんですが、いろんな結び方がありますが、僕は棒ラインノットを使います。このように木にロープを回してきてもらって、こちらが先端ですね。で、2つのロープをですね、このように持っていただきます。こういうような状態ですね。で、左手を外からこのように回してきていただいて、くるっとねじってロープをつまみ出します。で、こちらに輪っかができますので、そちらの輪っかにロープの先端を入れて折り返してきます。あとはですね、グッと引っ張ります。そうするとこのような棒ラインノットという結び方ができます。こちらの結び方のいいところはですね、輪っかの大きさが変わりませんので、ロープを最終的にセットした後にもですね、このように高さをですね、調整することがやりやすいので、僕はこちらの棒ラインノットという結び方をやっております。木にロープをセットしましたら、反対側の木にですね、ロープをこのような形で回していきます。このような感じですね。で、しっかりですね、一旦こうやって引っ張ります。で、だいたいですね、こちらの木からですね、50センチぐらいの場所にトラッカーズヒッチですね、という結び方でロープをセットしていきます。トラッカーズヒッチなんですが、こちらの木からですね、ロープをこのように折り返してきて、だいたい木からですね、50センチぐらいなところに輪っかを作ります。その前にしっかりですね、ある程度こちらテンションかけときます。で、こちらをですね、グッとこのような形でまず輪っかを作って、こちらの木からですね、ロープをですね、こういう形で輪っかに入れて、こういう状態の輪っかを作ります。で、そちらに折り返したロープを通してですね、グッとこちら側にこのような形で引っ張ってきます。で、ここからですね、少し複雑になるんですが、こちらの引っ張っているロープをですね、奥側にこのように上げていきます。下からこうですね。で、こちらのロープをつまんでですね、このように垂らします。で、こちらに今度は手前にと持ってきて、輪っかの中に輪っかを作るような。で、ぐっと両サイドに絞ります。そうすると、このような形の、止まるような形のトラッカーズヒッチができます。このような形でですね、トラッカーズヒッチ結ばれているんですが、この形でもですね、しっかり止まっているんですが、こちらの輪っかにですね、このように木をグッと通して絞り込むと、ロックがかかるような形もできます。ロープをセットすることができました。ピタッと止まってますね。で、次はですね、プルージックという結び方で2箇所ですね、カラビナをセットしていきます。
フルージックでロープをセットしていきたいと思います。このような輪っかをですね、まずこういうふうにしていただいて、こちらをですね、輪っかの中に内側になるような形でこのようにロープを巻いていきます。で、あとはですね、絞ってこちらの形をきれいに整えていきます。そうするとですね、ロープがですね、このきれいに 1,2,3,4 と4列並ぶような形になりますので、こういうふうにしていただいて、こちらの下の輪っかにですね、ミニカラビナをこのような形にセットします。で、こちらのプルージックという結び方の面白いのはですね、こちらの付け根をですね、横にスライドするとこのような形で動くんですが、こちらの先端を引っ張るとしっかりとこのようにピタッとロックするような結び方となっております。プルージックでですね、2箇所ですね、カラビナをセットできましたので、こちらのタープをですね、こちらにセットしていきます。で、このような形で引っ掛けたらですね、こちらプルージックセットしてたカラビナにこちらのタープの端のループをですね、セットします。で、両サイドですね、こちらもこのような形にします。で、そのままですね、両サイドにグッと引っ張っていきます。タープをですね、両サイドにピンとこう貼っていただいたら、もうあとはですね、タープの角ですね、4点ですね、1,2,3,4 箇所をペグ打ちをしていきます。このような形でですね、4箇所にペグ打ちが完了いたしました。こちらのですね、Aフレームはですね、地面にペグを打つバージョンのAフレームなんで、ロースタイルのAフレームになります。こちらのいいところは、横からの風をですね、しっかりブロックできるっていうことと、あとですね、こちらをですね、外してですね、このような形ですね。で、例えばこちらにポールをセットしたりすると、ちょっと開放的な形でロースタイルのキャンプを楽しむことができます。で、またこちらにですね、簡単にパチンとこう戻すことができるような貼り方となっております。以上がですね、木と木に貼るAフレームの設営方法の解説となります。今回はですね、ロースタイルなAフレームだったんですが、ロープとか使ってですね、もう少し高いですね、バージョンのAフレームもできますし、あとポールを使った設営方法などもありますので、皆さんいろいろですね、設営試してみてもらうといいかなと思います。それではまた僕の動画でお会いしましょう。